はい、対戦相手の方が見つかりました。相手のチームがこのような感じ。なんか最近こういう感じの並びが多いような気がするけど、どうしよっかな。ドリューズは出すとして、相手のドリューズを止めるための重霊バンバはドリューズにしか役割がないか。だけどうちのチームドリューズに勝てるポケモンがそもそも少ないからな。ギャラドス出すしかないですかね。ドリューギャラ、ラスト。サンダー出すと、いや、サンダーはありだ。これでいきますか。はーい、対戦よろしくお願いします。誰から来るんだべ。カプレヒレか、最悪の対面だな。まあ、サンダーに引くしかないですね。ワンチャン昼間線に行くか、ここは。いや、さすがに無茶があると思うので、サンダーに引きますか。焼きクソになってドリルとか押したい気持ちもあるけどね。まあ、サンダーがレヒエに仮に負けても、サンダーが負けるようなレヒエにはギャラが勝てるだろうから問題ないという判断。闇よりまあ普通ですね。半休めから入ってもいいと思うんだよね。こう引いてくるとしたらポリゴン2かドリューズで、ドリューズはワンチャンここ負けるから相手、ダイマックスしてくんの、マジマジで早いのかな。遅いんだったらいいんですけど。早い場合ってね、これ落ちんのかな、サンダー次のダイストリームで。早いな。あ、タイアイス持ちなんだ。へえ。これは死にますな。なるほどね。サンダーを、後出しサンダーをしっかり殺すためのカプレヒエなんですね。まあ一応保険でギャラを連れてきてよかった。ドラゴンダンスから入りましょうか。ギャラで全抜きするにはサンダーもワンパンできるパワーがないと無理だからな。とりあえずドラゴンダンス。大フェアリー。これがどれぐらい入んの？半分入んなければいいんだけど。うわ、全然入るな。強いな。これで素早さ逆転していて。あられがうぜえ。今で110ダメージ入ってる人だから、ここで仮にダイマックスとしても落ちるから大ボールを決めなきゃいけないのか。大ボールして大草原ですね。まあ乱数次第で耐えたかもしれないけど、あられもあるし、こっちの方が安全だと思います。大ジェットはちょっと落ちない可能性があるから大草原にしとくか。結構レヒエのパワーがある気がするので、めちゃくちゃあくびした。結構レヒエのパワーがある気がするので、耐久面はそこまでだと思ってるんですけど、どうだろう。一応ここで大草原を押すんですけど、ラストにゴリラがいたらきついか。でもゴリラうちのチームにあんま来ないからな。多分大丈夫と思うしかない。あれ？早いな。スカーフか。これでもスカーフ持ちに怯えずに済むようになったからな。そこは悪くない。ゴリラはもうクラスラで負けか。最近あんまりゴリラ出されることないから、ゴリラじゃないと思いたいけどな。サンダーは大アクアで飛ばなかったらきつい。ゴリランダーか。これはもうきついですね。もうきつい。大ジェットです。大ボールしてもあんまり見ないからな。一応グラスフィールドのターンを枯らしやすくなるというのはあるけど、あんま関係ないからな。で、
グラススライダーで突っ込んでくる以上、え、弾なんか持ってんのこいつ、突っ込んでくる以上ひれませるとかもないんで一撃で殺すしかないんですよ。だからドリル押すけど弾持ってるらしいし普通に死ぬかもな。ドリルぜラストがポリゴン2とかだったらドリル2回当てて勝てるだろ。こんなことあんの。俺前回の試合全く生かしてなくて、でも今回は仕方ないな。超強い。殺せ殺せ殺せ殺してくれ。おいダメだ。対戦ありがとうございました。ドリルゼ今までありがとうな。おい、対戦相手の方が見つかりました。エレキブル外人が大好きなやつじゃん。どうしよっかな。ヒヒダルマもいるな。ダルマに有利取れるのはルガルガン。ルガルガンありか。今回初手カバから来たら美味しくないけど、そしたらギャラの起点にすればいいから、ルガギャラ。ラストはかぐやがまあちょい重たいのでサンダーかな。できますか。はーい、対戦よろしくお願いします。誰から来るかな。カバルドンから来た。まあまあある程度予想通りではありますけど、伏せろのタイミングで引きたいんで、あくび一回食らってから引きますか。一応一番パワー出るのがインファだからインファでいいか。ほぼほぼあくびからセロだと思うけど、それなりかまにこんだけ通せば十分という見方もある。あくび、はい。でここでセロだと思うんでギャラを出せ、で竜舞するでいいですよね。問題は引き飛ばしがある場合ですけど、ここですぐにやってくるか微妙なとこだな。挑発してしに来たようにも見えるかもしれないから、すぐに引いてくる可能性もあるし、まあ、ここはドラゴンダンスですね。エレキブルとか来たらどうしたらいいか分かんなくなるけど、ドラゴンダンスを積むしかない。あくびだったらいいですけど、吹き飛ばしやめて。オッケーオッケー。もう一枚かダイマックスして大ストリームか。大ストリームでいいか。地震過剰発動して二段階上昇になるもんね。倒せば吹き飛ばし持ってる場合がここで食らうと嫌なんで、竜舞して、だからこれでいいと思うんだよな。もう一回相手があくびをしてくるだったら、もう一回竜舞してから滝の、え、滝じゃない、大ストリームの方がいいんですけど、まあ、安全に行くんであればこれでいいと思う。相手のカバの構成なんか知らんしな。これで素早さが1段階上昇、攻撃に1回2段階上昇、相手のポケモンはだんだん大体ワンパンできそうなやつばっかか。ワンパンできそうなやつばっかじゃないな、全然。全然違うわ。ワンパンでき、エレキブルとかダルマはワンパンできそうだけど、どうなんだろう。で、ラム食って、やっぱラムギャラ今使いやすいよね。今というか昔からかもしれないけど、使いやすい。ボーチンダ？ボーマンダか、こいつ。すいません、ボーマンダでした。大変申し訳ない。威嚇なんだ。大ジェットでやり合うやつか、これは。
最悪ルガルガンのアクセルロック圏内に入ってくれればって話をしようと思ったけど、ギャラが強すぎた。対戦ありがとうございました。